謝罪と贖罪の機会をいただきたい。今一度仲間を、自分自身を信じるために、自分も貴殿と共に飛ぶことを許してもらえるだろうか。おいおい、行ったそばから一人で行くな。すまぬ。幼い頃、霊山を抜け出してはこうして吉花と空を見上げたものだ。何が気に入ったのか、あの子は日が暮れるまで飽きずに空を見ていたよ。私は間違っていたのかもしれない。あの空を取り戻し、もう一度吉花と共に見上げたい。私がモノノフになった理由はそんな単純なものだったのに。あの時の気持ちを君が思い出させてくれた。ありがとう。8年前、先人たちが防ぎ得なかった大曲どき、それが今再び起きようとしている。だが俺たちは鬼どもの企みを暴き、その心臓部に迫っている。俺は信じている。お前たちならば必ずや大曲どきを打ち払えると。ああ行け、そして生きて戻れ。
なかったの。八百万の御霊を結び鬼という鬼を払えるか。君がムスヒの担い手だったのだな。さあ帰ろう、待っている者たちのところへ。